めきり追われて溜まってく領収書、校了後はみんなで未明の飲んだくれ。火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと盛りだくさん、関西ウォーカー関西ウォーカー。はい、始まりました、関西ウォーカー TV の時間になりました、今日司会いたします関西ウォーカー編集部の若林です。よろしくお願いします、今日ですね、関西ウォーカー、最新号が発売になりました、秋ドライブ、秋スイーツ、食べ放題特集の3大秋の大特集号になっております。表紙はローラさんです、皆さん書店コンビニでチェックしてください、さてですね、今日は、皆さん、後ろ見ていただいたら分かるかと思いますが、ここはですね、大阪阿部の、フープ前にありますラレッティさんより、生中継しております、ラレッティさんは、ローマ風のかき氷などの、専門店なんですが、また詳しくはお店紹介、お店の方登場していただきます。早速ですね、本日ゲスト来てくれてますのでお呼びしたいと思います。沢井理恵さんと内田あずみさんです。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、失礼します。はい、ありますよ、こっち。はい、マイクすみません、回していただいて、今日はですね、テレビ番組のあげぽよ TV などに出演されている、沢井理恵さん、あずみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では沢井さんから自己紹介お願いします。はい、沢井理恵です、はい、私は女の子宣言あげぽよ TV や、はい、KBS 京都サンテレビで放送されている温泉女子に出演しています、はい、ちっちゃいんですけどね、馬力は成人男性ぐらいあって、はい、マラソンが大好きな女子です。あ、なるほど、はい、ちっちゃい、どのくらい？150センチしかないんですよ。そうなんです。結構ちっちゃいですよね。はい、はい、今日初めてということで緊張してるんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では内田さんお願いします。はい、皆さんこんばんは、内田あずみです。私はホリプロのタレントで関西を中心に、タレント女優活動させていただいてます。そもちゃんと同じですね、毎日放送の女の子宣言、はい、あげぽよ TV という番組に、あ、これですね、はい、出させていただいてるんですが、はい、私もね、スポーツ大好きで、はい、長距離よりも短距離走の方が好きで、今日はね、運動大好きコンビってことで、そう、あげぽよ TV を代表してやってきました。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、関西ウォーカーが発売されて、秋スイーツ特集っていうのをやってますんで、それに絡めてですね、ここラレッティさんのおすすめスイーツが出てきますんで、いろいろ出てきますんで、よろしくお願いします。はい、もしかして食べれるかもしれないっていう。そうかもしれないですね。はい。よろしくお願いします。はい。今日はですね、お二人ずっとお付き合いいただくんですが、早速ですね、後ろのスイーツ店気になるところだと思いますんで、本日お邪魔しておりますですね、ラレッティのスタッフの方などに登場していただきたいと思います。どうぞお願いします。お願いします。はい。田原さんもどうぞ。はい。はい。どうぞ。よろしくお願いします。今日はラレッティの、スタッフの方、一番向こうが、近鉄百貨店の広報の方に来ていただいてます。自己紹介からお二人。はい。阿部のフープ店の小牧です。お願いします。はい。緊張する。近鉄百貨店で広報しております田原です。よろしくお願いします。はい、田原さんです、ね。田原、はい、田原です。田原さんです。はい、よろしくお願いします。はい、すみません、ね、マイクがあまりなくて。あ、いえ。はい。まあ皆さん。通さないと声全然通らない感じですか？あ、あ、わかりました。わかりました。はい、でですね、早速、ラレッティの、スタッフの方がですね、こちらのお店の人気スイーツをですね紹介していただきたいんですが、このお店は6月にオープンしたばかりなんですよね。はい、そうですね。はい、6月1日に阿部のフープにオープンしたばかりの、はい、日本初上陸のイタリアスイーツのお店です。初上陸。はい、日本にはここしかないので。日本にここにしかない。はい、ぜひ。楽しみです。いや、初めてです。今日初めてで食べに来ました。早速実物を出していただいてもいいですか。はい。はい。お願いします。はい。すごい。こちら映りますかね。ちょっと寄っていただいて。はい。これがじっくり。はい。見てください。大丈夫ですか。映りました。映りました。じゃあせっかくですね食べていただいて。はい。すごいたっぷりですね。果肉がすごいですね。これはどういう。そうですね、こちらはイタリアではまずカンナで氷を削るという習慣がありまして、カンナで削ることによってふわふわな繊細な氷をが本場では味わえるんですけれども、日本ではカンナでは削れないので、歯に工夫をして私たちはそれを再現しています。で、上に乗っているのがマンゴーとイチゴとキウイなんですけれども、こちら果肉たっぷりの自家製のソースですので、ぜひ。はい。はい。いただきます。すごい、もう氷がだって普通のかき氷と全然違う。もうね、スプーンがサクッと入ります。ふわふわです。ふわふわ。いただきます。お願いします。ちゃんと映ってますかね。食べてるところ。一瞬で氷がなくなる。で、最後果肉だけ残って、すごい味が濃厚なんですよ。普通のかき氷とは違うんですか？もう全然違います。なんか普通のかき氷よりもすごいフルーティーで、この果肉の旨味で味がついてるって感じです。美味しい。美味しい。今度は初めて食べました。初めて食べました。なんて名前でしたか？もう一回。はい、こちらはグラッタ結果ですね。はい。グラッタ結果っていうそうですね。ローマじゃあ人気で。そうですね。ローマでは大人気のスイーツですね。そうなんですね。はい。どんどん食べていただいて。これなんかもうすごい軽い感じなんで、全然止まらないですね。まるまる一瞬でいけちゃう感じ。意外とボリュームというよりはもうもうだってささっと。多分ね、このふわふわ感でボリュームが出てるんですかね。そうですね。はい。ふわっと。はい。ふわっとしてる。ふわっとしてもうさらっと。はい、口の中で溶けちゃう感じですね。なるほど、わかりました。残暑厳しいんでね、まだまだ。今日なんかね、ここ外ですけどね、まだまだ蒸し暑いんで。ちょうどいいですね。すごい、さっきまですごい汗がね、止まらなかったんですけど、さーって汗も引きました。そうですよね、いや、いいですね。ちょうどいい。はい。という形でですね、これの、今回ですね、関西ウォーカーでは、このラレッティさんとコラボして。新作のスイーツをですね、提供今日から提供してるんですよね。はい、9月4日から、関西ウォーカーさんとのコラボ商品でグラッタ結果のモンブランを発売しております。秋といえばということで、そうですね。イタリアの秋の主役といえば何といっても栗ですので、はい、でそちらをまだ残暑、先ほども言ってたんですけど、残暑厳しいのでグラッタ結果かき氷でモンブランを再現してみました。栗のかき氷なんかね、珍しいですね。そうですね。モンブランのかき氷なんて私想像もしたことなかったです。なんかすごい予想外のね。ものが現れるなんてびっくりします。どんなか見てみたいですね。早速出ますでしょうか。今ですね、お店の方が用意してもらいました。はい。すみません、これはじゃあちょっと。すごい。すごいですね。これ見えますか。栗が乗ってますね。これ栗のソースなんですか、この茶色いのは。そうですね。マロンのはい、すごい濃厚なソースですね。じゃあ早速お二人お願いします。わあ、幸せいただきます。わ、またふわふわですよ。うん。すごい。めっちゃ甘いかと思いきやでもすごいな、いい甘さじゃない？うん。もう栗のそのままのソースがもうふんだんに使われてるんで、なんか普通のモンブランってね、結構甘すぎて全部食べれない、甘いものが苦手な人とか多いじゃないですか、けどこれやったらね、結構軽い感じのなんかモンブランなんで、苦手な甘いもの苦手って方でもなんかさらっとほんまに食べられてしまう、すごい爽やか、本当にでも美味しいんです。美味しい。の旨味がふんだんに使われてます。美味しい。栗とかき氷って想像ができないんですけど、どうですか。食べてみますか、田原さん。僕若林です。田原さん。今名前を。いいですか。じゃあいただきます。あ、これ合いますね。意外と合いますね。最初一瞬モンブランと氷ってどうなのかなって思ったけどね、やっぱりふわっとしてますね。全然違いますね。そうなんですよ。はい、もう全然違います。はい、うまくなくてすいません。でもこれ新しいブームの予感ですよね。新しい。ありがとうございます。でも日本にここしかないってこと、ここに来ないと食べれないってことですもんね。ここじゃないと食べれないんですよ。はい。で、今回の関西ウォーカーでもですね、こちらで紹介しておりますモンブランの、グラッタ結果モンブランということで、500円で、提供しております、はい、こちら阿倍野フープ、近鉄の阿倍野駅のすぐそこですよね、にありますんで、皆さんぜひ来ていただいたらと思います。なんか言い残したことありますか？大丈夫ですか？はい、すごいふわふわで、すごい口どけ滑らかな食感で、まず私たち最初に食べた時も自分たちでびっくりしたぐらいすごいふわふわなんで、その食感をぜひ味わっていただきたいです。はい、わかりました、はい、では、ひとまずラレッティの方と、あれですよね、田原さんに一言もコメントをしてないんで、田原さんどうぞ。このお店どうですか？私よくお昼にこの辺うろうろするんですけど、大体いつも行列で、席も全部埋まってて、もう若い方も年配の方もいらっしゃるので、田原さんもいつも食べてるというか、私は何回も食べてる感じですか？3回ほど。でも本当2杯ぐらい全然いけます。もう本当に溶けてもすごい美味しいんですよ。すごい。なので全然。じゃあぜひあれですね、阿倍野フープに来ていただいて、こちらのラレッティさんで。ぜひということで、はい、もうぜひぜひ、ありがとうございました。はい、はい、じゃあラレッティの、スタッフの皆さんと、近鉄の広報の田原さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということなんですよね。はい。すごい、しかもね、ラレッティの店員さんみんなね、女の子で、しかもみんな綺麗なんですけど、そうですね。ね、すごい華やかだったんで、多分そういう人を選ばれてる。先ほどこのお店の方に聞いたんですけど、1000人ぐらいから選ばれた10人が今オープニングスタッフとしてこう入って、6月から入ってるらしいです。それで皆さん丁寧な1000人ぐらいですもんね。だからすごい倍率だと思いますよ。あげぽよガールズに入るのより難しいかもしれないですね。あげぽよガールズはどうなんですか？入るのいや難しいですけど、1000人もいなかったと思います。オーディションがあったんですよね、一応。はい、ごめんなさい。大丈夫です。はい、ではですね、早速次のコーナーに行っていいですか？これ食べながらどうぞ。はい。はい。せっかくですんで。で、次はですね、関西ウォーカーの、せっかくお二人来ていただいてるんで、関西ウォーカー発売して、まあいろいろなスポット紹介してるんですけど、例えばですね、まあこれ映りますかね。こう六甲山を紹介したり、六甲山ではですね、アートイベント、六甲ミーツアートってイベントがあったり、羊と触れ合う牧場ですよね、六甲山牧場とか、秋のお楽しみが満載なんですね。あとグルメ、温泉もあります。そうちゃん温泉大好きやん。そうです、私温泉女子なんで温泉大好きです。そうですよね。温泉はどちらがあるとかあります？いいとか良かったよっていうの。関西にもたくさんあるんですけど、京都湯の花温泉とか。湯の花温泉。いいですよね。定番ですよね。はい。温泉。私は温泉よりちょっと今食べ放題に興味を示してしまったんですけど。食べ放題。ありがとうございます。食べ放題の特集もやってるんですよ。ですね。食べ放題の特集載ってる。盛りだくさんですね。今回そうなんですよね。秋もうね、まだ暑いですけど、もう季節秋ですから、もう秋のネタばかりを集めまして、はいはい、もうちらちら見えるのが全部興味津々です。はい、秋の食べ放題ということで、ホテルビュッフェなどでは秋メニューがもう切り替わってますんで、そういうのを紹介してます。はい、秋ってどんなものが美味しいんですか？秋はね、秋ってでもすごい美味しいもの多いイメージやな。松茸とかオマールエビ、エビが取れるとかですね、いろいろあるみたいですね。で、まあ、半額食べ放題っていう半額のクーポンがついてたりする。半額って、はい、半額？はい、2650円とか3100円が半額とかでしたかね。じゃあ1000円台になってたりします。5000円のやつが半額とかです。はい、2500円が1250円。普通じゃちょっと食べれない、ちょっといいようなホテルのビュッフェとかを私たちでも手頃に食べれるってことですよね。わあ、ありがたい。食べ放題とか行きますか？行きます、行きます。さわちゃんの食欲ね、すごいんですよ。はい。あんま食べちゃあれなんですか？太る。いや、私揚げぽよガールズ一の多分食いしん坊と言われてます。じゃあ太らない体質の。いや、もうそれを走って消化頑張ってさせてるんです。そうなんです。走ってるのマラソンとか。マラソンしてます。じゃあ大阪マラソンに参加するとか、そういうのは。大阪マラソンは今年出れないんですけれども、いつもエントリーはしてるんですけど落ちちゃう、落ちちゃうんです。なるほど。受かりたい。薄田さんはどうですか、食べ放題？私も食べ放題よく行か、あ、そんなめっちゃ行くわけじゃないですけど、ランチとかでなんかビュッフェとかはよく行きます。あ、結構行ける、食べられる。いや、でもさわちゃんにはやっぱり食べる量がいつもね、その番組でお弁当とか出していただくんですけど、はい、はい、私が残した分とかも全部食べてくれるぐらい、食欲がすごいんですよ。みんなの残飯も食べてます。あ、そうなんですか。いや、すごいですね。という形で、まあ、食べ放題もやってますよということですね。で、お二人はあれですか、秋はなんかまあこういうおすすめがあるよっていうのありますか、沢井さんが。秋、そうですね、はい、私、その走ったりとか、はい、アウトドアが結構好きなので、はい、コスモスを見に行ったりとか。コスモスも紹介してますよ。お、いいとこありますか？亀岡の有名なコスモス園。亀岡、はい、車で行けますから、これですよ。すごい、夢コスモス園。一面コスモス、一面コスモスですよ。これはすごいですね。多分かなり規模の大きいコスモス園ですね。うわ、これ行ってみたいですね。これぜひ行ってください。はい。はい、花を見るのも好き。好きです。ちょっと写真撮ったりなんかして、ブログに上げたり、ブログに上げたりなんかして楽しいですよね。なるほど。はい、花のスポットもこれからね、花の季節いろいろありますんで、そういうのも紹介してます。はい。宇津田さんは？私も結構体を動かすのが好きで、いや、この秋どこ行ってみたいかな。アスレチックとかそういうなんかアクティブな。なんか元気に子供みたいに遊べるところに行ってみたいなと思うんですけど、そういうのも紹介してますよ。してますよね。で、なんかそう、汗をかいた後に、そう、温泉、ある笹山のですね、ユニトピア笹山のアスレチック場みたいなのを、すごい、めっちゃ楽しそう、紹介してますね。これでも何が載ってるかわからずに私たち発言してるんですけど、すごい、すべて載ってるってすごくないですか？はい、すごいですよね。それだけね、ハートをキャッチしてるってことですよね、関西ウォーカーさんが。はい、うまい、ナイスコメントいただいて、で、あとは農業公園とか、やっぱり農業公園は花が咲いてたり、グルメがあったりとか、自然満喫スポットなども紹介してますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。全部載ってますね。はい、という形で、はい、関西ウォーカー今発売中です。表紙はローラさんになってますので、よろしくお願いします。お願いします。で、続きまして、はい、もう次のコーナー行っても大丈夫ですかね。はい。次のコーナーはですね、秋スイーツに引っ掛けまして、秋の街ネタクイズに答えてスイーツをゲットしよう。秋スイーツ、あ、もりもり選手権。はい、ちょっとアナウンスが入ってますが、はい、クイズに音がついてるかなと思ったんで、これはと思ったんですが、これのコーナー何かと申しますと、今からですね、街の達人を3人ゲスト、さっき出てもらった人もいますけれども、出てもらえますんで、その方にですね、秋の最新街情報を教えてもらいつつですね、ちょっと最後にクイズありますんで、クイズに答えてもらうっていう程度で、クイズに答えましたら、今回紹介してるですねスイーツ、どれか出てきますんで、いろいろ正解したらスイーツが食べられるよっていう。正解しないと嬉しい。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、一人の目の街の達人をお呼びしましょう。安倍の経済新聞編集長の、新庄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ新庄さんとですね、はい、写真をいただいてますんで、はい、写真を見ながら、紹介したいなと思いますが、今日はどんな。はい、現在ですね、9月1日から始まってます、すぐ近くのスパワールド、世界の大温泉、今画像出しますんでね、スパワールドはこれ、こんなやつですね、実はスパワールドですね、漫画「キン肉マン」のフェアが始まりまして、新世界、入ってます？入ってない、入りました？画像が出ない。画像が出ない。ちょっと待ちましょうか。